地球が世界一。どうも DJ 社長です。エースです。ということで、なんと第2回炎上万博ザンガやることが決まりました。3月14日がなんと本番、3月7日にですねオーディションをやります。そのオーディションに基づき本日から募集が開始いたしましたので、皆さん URL からラップバトルでモンスターと戦いたい人はエントリーしちゃってください。なんと前回ね、エンタメとラップがぐっちゃぐちゃに混ざった結果分かりづらかったと。はい、そうですね。参加者もめちゃめちゃラップが上手い、うん、ガチガチの高校生ラッパーとかだったらちゃんとしたラッパーもいれば、本当にラップしたことないよっていう素人もいたじゃないですか。 それが同じ目で見てたら楽しめるものを楽しめないって絶対あったんですよ。でラップ好きも見たいっていう人もいれば、うん、エンタメはエンタメで面白いっていう人もいたから、次からエンタメの試合とラップのちゃんとガチガチの試合っていうのを一つの大会でちゃんと分けてやっていきたいですね。2部制でやらせてもらいます。今回エントリーも2部で募集いたします。まずはエンタメ枠、ラップバトルという形だけど、この間みたいに本物のラップバトルをしたかったり、インフルエンサーの中でこいつらとだったら口喧嘩勝てるぜっていう面白枠やりたい人は A 側。要は有名になりたい、そう、目指したい、そうで、ラップバトルちゃんと練習してきて、うん、炎上万博で輝いて知名度得たいとか、うん、そういう人がエンタメ枠で、そして後半戦の B ブロックはガチ枠、ガチガチのマジなラッパーたちとモンスターバトルとなります。今回はエンタメのモンスターとラッパーガチモンスター、モンスターが2つに分かれているので、詳しくは応募フォームをご覧ください。だって僕ラップバトルめちゃ好きだったから見てるんですけど、第1回のメンツとラップバトルできるって夢のような戦いじゃないですか。この人たちと戦えるなんてみたいな、ラッパーからしても、若いラッパーとか今から頑張りたいっていうガチラッパーを目指してる人からしても、あの人たちと戦えると本当にいいと思うんですよね。だからやっぱ全部エンタメっぽくならず、はい、めちゃめちゃいいと思います。そして一人だけ今回発表したい出演者がいるんですけども、リングアナやっていただくのが宇治さん、ナイミリー。うわ、マジっすか、宇治さんっすか。宇治さんがガチバトルの方のリングアナをやっていただくんで、いかにガチかが伝わるといいなと思いましてですね、今回発表させていただきました。今モンスターは、モンスターは内緒、まあ、内緒なんですね、まあ、なるほど、まあ、ガチなメンツなんでよろしく。うわ、了解です、わかりました。下にフォーム作っとくんで、はい、ぜひオーディション受けに来てください。よろしくお願いいたします。そして今回格闘技の方とかにはめちゃめちゃいろんなスポンサーさんとか来てたんですけど、うん、ラップバトルの方はこの前始めたばっかなんで、はいはい、特にスポンサーが決まってないですよ。なるほど、ガラ空きの状態なんで、ぜひこのラップバトルの方の炎上万博でスポンサーやりたいよっていう方がいたら、うん、下のフォームから募集するんで、スポンサーも。なるほど、ぜひスポンサーしてください。よろしくお願いします。モンスター神様です。早いもん勝ちよ。早いもん勝ちです。確かに興味がある方はぜひホームからお願いします。ということでお待ちしてます。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。